こんな状態ですね。長かった。なかなかね、アップロードいや更新ができなくて、まあどんな感じになったかっていうと、まあ見てもらえるとよくわかると思うんですけど、ピントがちょっとうまく映らないかな。こんな感じ。もっとわかりやすいやつで言うとこんな感じかな。まだこれちょっと洗ってないけど、もう完全にこの合わせ目消しがどこにあったか、まあ見比べてもらうとわかるんですけれど、こんな感じ。これが裏面、裏面見るとわかると思うんですけど、ここの部分と、ここなんかちゃんと映ってんのかな、ここの部分にちょっとこう見えるかな、とここの部分がこんな状態、見えるかな、ちゃんとこう消えてる感じ。まあ本当にちゃんと消えてるかどうかっていうのは、この後しっかり洗って乾燥させてね、でもう一度サフを拭きますんで、それでちゃんと消えてるかどうかははっきりわかると思います。そのサフっていうのは下地なんで、何ですかね、塗料の食いつきっていうのを良くするっていう効果もあるんですけれど、ボディへのダメージっていうか、傷があったりだとか、ランナーのパーティングラインの跡がね、ついてるかとか、その辺の判断がしやすい、見えるようになってくるっていうものなんで、しっかりね消した方が、拭けばしっかりそういうのが出てくるんで、それで判断されるといいと思います。これ2つの色をきれいにこう合わせ目消ししたんですけれど、わかるかな、これこんな感じになってます。ここね見るとよくわかると思うんですけどね、この辺色が分かれてるんでね、まあそういった感じでしっかり水研ぎをねペーパーで、で実際にこれで使った道具っていうのがペーパーヤスリの600番と800番で、400、600、800を使って、あとねもう一個ちょっと汚いんですけど、これこの丸いヤスリも使いました。これを何に使ったかっていうと、ここの部分、このここね入り組んでるんで、ここの部分をこうゴリゴリやるように取りました。ヤスリなんかでやってすごい傷が残るんじゃないのっていうふうに思うと思うんですけれど、ある程度大きいのをこれで取る。これまあちょっと今回ね動画説明だけで長くなっちゃいそうなんですけど、このね丸いやつっていうのはよく見るとこうなってるんですよね。こういうような感じ、真ん中が太くなっててこの辺が細い、ここもちろん細いっていう形になってるんで、これがもしその板の状態のものだったりすると、こう擦った時に余分なところまで取れちゃう。なんでこれの一番このこうなっている部分のこの頂点の部分でちょっとこう当ててやる。そうするとこの出っ張った部分のところだけが取れるような感じになるんで、であまり力は入れずに出っ張ってるところだけを取る。その何て言うのかな、イメージしながらやると綺麗にできると思います。あんまり荒すぎるぐらいのでやっちゃうとダメなんで、こんでね多分質問で来ると思うんですけど、これってどこで売ってるのっていう、これねどこで買ったかね全然覚えてないんですよね。確か模型用のヤスリだったと思うんで、ホビーショップとかに行けば売ってるとは思うんですけれど、多分ねそんな金属用ではない気がする。確かね、ちょっとね申し訳ないけど覚えてないんですよ。この意外とこれ使えます。力を入れてこすっちゃえばものすごい削れちゃうんであんまり良くないんですけれど、でね見ての通りねこれもう目がだいぶ詰まっちゃったんですよね、こういうの。だけどこれも金属ブラシでこうカカカカッとこうねこすってやれば取れますんで、でただ
もちろんね鉄でできてるんで錆びたりしますんで、使った後はねしっかり拭いておいてあげるといいと思います。まあ錆びても使えますんでいいと思うんですけどね。うん、まあっていう具合でね、しっかりボンドの跡をね取ってあげるといいと思います。でこの後サフを今から拭きますんで、拭いてその状態で判断してもう一度ペーパー掛けをもう一回するかどうかっていうのを判断しようと思います。うん、どうかな、今時間がどのくらい経ったかわかんないんですけど、まあ今日は説明だけになっちゃうとは思うんですけれど、そういったペーパー掛けしたりヤスリ掛けしたりするっていうのもイメージを大事にしてやっていくと僕はいいと思います。仕事でもね知ってる人は知ってると思うんですけど、金属加工を僕やってるんで、一個一個ね多品種小ロットのものをやってるんですけれど、やっぱりその一個一個ものが違うんで、あらゆるところのこう例えば手作業がどうしても必要になってくるんですよね。ラインでこう流すと上がってくるっていうものをやってるわけじゃないんで、結局は最終的に一個一個手でこう面を取ったりだとかするっていう工程があるんで、それをこういつも面取りするときとかはもうこの当たっている部分っていうのをイメージしながらこうやっていくと、結構その仕事の時のその面取り作業でもすごくこう思った通りの形のものができるっていうのがあるんで、やっぱりそのただこうねガリガリ削ってどうだガリガリ削ってどうだっていう風に見るよりも、こう当てるとるところのここの先端とその枠の間っていうのをこうイメージしながらこうやってっていくと、とても綺麗に仕上がると思います。まあそんなこと言っとってね、自分がこのプラモデルがね綺麗にできてるかどうかなんてまたこれから分かってくるんで、まあそういったこともねちょっとこう気にかけてやっていくと僕はいいかなと思います。まあそういったことでね参考にしていただけたらと思います。あと使った道具は特にないかな。うん、まあっていうことでね今日はこの辺にしたいと思います。ちょっとね今日はね制作しているところがねなくて申し訳ないんですけれど、次からまたそういったシーンに入ってくるかな。うん、ということで今日はここまで。